こにゃん、19日から有観客で議場公演再開するみたいだよ。知ってるよ。りょうさん、ラブレターありがとうございます。知ってるよ。でも教えてくれてありがとう。ネコキャッツさん、キレイだよ、ありがとうございます。今日は途中ちょっとカラオケでもしようかなって思ってイヤホンを探していたらちょっと遅れてしまいました。申し訳ないですね。なんか私歌下手なんですけど、なんか練習しようと思って時々ショールームでカラオケ配信をして練習しようかなと思いました。はい、そんな感じで私はやろうかなって思ってます。レオクモドさん、かわいい、ありがとうございます。カセヤンさん、かわいい、ありがとうございます。プクプクさんもかわいい、ありがとうございます。それみんなが褒めてくれる、ありがとう。ツインテールだよ、キュン。他にはミクリンとナッピのソロ公演見てみたいですか。どういう質問ですか。それは私が観客席に座ってってこと。ちょっとよくわからない。そうですよね。そうそう、ミクさんとナッピさんのソロ公演も始まるみたいですね。すごいですね。猫キャッツさん、似合う、ありがとうございます。いや、これから本格的に公演がなんか始まりそうな予感がしていますが、楽しみにということで、はい、目がカピカピだわ。コンタクトが乾いている。昨日はすごいコンタクトが乾いてて、2時間くらいコンタクトつけて2時間くらい経ってからもうずっと目が乾燥してて、もうずっとまばたきしてました。でもまばたきしても別に治るのよね。そういうとこあるんだな。アセアンさん、口紅ありがとうございます。そうなんですけど、ですけどドライヤーなんですかね。なんですかね、ドライヤーの。ドライヤーって不便だと思うんですよ、私。できればドライアイじゃないタイプの方の人で生まれてきたかったですね。ちょっと待ってね。ちょっとやらなきゃいけない。視力のいい人間になりたかった。それはわかる。それはそうよ。それはそうや。だってコンタクトはめのめんどくさいもんね。他のちゃん、うちわ作ろうと思うんですけど、何色が好きですか。何色かな。うちわっぽいかどうかわかんないけど、白、黒、淡い水色、淡いピンク。ピンクは全部好きだな。あと紫とかが好きですね。そこら辺の色が好きかな。ピンク、水色、紫、白黒って感じですが好きですね。でも何でも嬉しいんですけど、好きな色って言われたらそこら辺を答えちゃうかなって感じです。うれぴー、そっか、有観客になったらね、うちわとかもあるね。無観客だとさ、みんなうちは送ってくれてもね、その時は見えないから、後からさ SNS とかで送ってくれたら見えるけど、全然うまい。何がですか。どうしました。はい、こんな
感じですかね。好きな色と言われたらそれを思い浮かべます。なんか私本当に本格的に肩凝ってきちゃって、今日ずっと肩凝ってるんですけど、めっちゃ嫌です肩凝るのは。整体でしたっけ、マッサージ屋さんに行きたい。なんですけどめっちゃ肩凝ってる、姿勢が悪いんですよね私って。絶対痛いです、いちででででで、いえん悲しいですね。ボキボキなるタイプの液体、それは嫌や、痛そうやもん。普通なんかあーそこそこそこあーそこみたいな感じになるくらいのやつでいいです。ゆるいゆるい気持ちよさで行きたいですね。もうねやっぱね公演して自力じゃ結構きついです。マッサージはストレッチとかだけじゃもうねダメですね。全然もう疲労は溜まっていく一方ですよ。こんなマジ体中バキバキでした。やっぱ久々にねやるとリハとかでやっててもさ、なんかやっぱ本番とリハはちょっと違うんですよね。リワプ団長さん口紅ありがとうございます。そうなんかやっぱちょっと楽しくなっちゃって、でアドレナリンとかが多分出てるんですよね。だからなんかリハよりもなんか違くなっちゃうんですよちょっと。だからそこを気をつけないとねダメですね、ほんまに気をつけねばいけないと思います。はい、みんな肩とか凝りますか？デスクワークの人とかは肩凝るんかな。やっぱり結構こう前かがみの姿勢だったりとかするよねデスクワークって。でもさ私はデスクワークじゃないと肩凝るし、スマホとかやっぱ最近はみんなさ触ることが多いじゃないですか。多分今もさそういう電子機器でこれ見てますよねきっと。ですから肩凝ってる人が多いんじゃないですか皆さん。どうやって直してます肩凝り肩凝りの直し方を知りたいなって思ってるとこ。あ目の乾燥もすごいし、でもなんか目疲れると肩とかにも行くって言いますよね。それもあるんかな。いやいやんいやんいやん、お風呂に浸かる。お風呂か、なんでかな。私はもうお風呂でね気持ちいいとなるんですけど、肩こりはもう治らんのよ。なんか温泉の素とか入れればいいんかな。そしてみんな来らないんだね結構猫キャットさん GG ありがとうございます。あんまり肩こりで悩んでる人はいないのかね。整体とか行くとマジで軽くなる。やっぱ整体とか行くしかないんかな。やっぱプロの方に見てもらうのが一番ですよね。やっぱ専門家の方に見てもらうしかないですね。要検討しておきます。ありがとうございます。伊藤ごまさんバラありがとうございます。嫌だね本当に肩こりは嫌ですよね。悲しいです。姿勢が悪いからな、すべてはすべては姿勢が悪いというところから来ている。気をつけます。私は肩もみの専門家ですって。そんな人いるんだ、すごいプロフェッショナルですね。ゆかりんさんかわいいありがとうございます。肩以外できないんですか逆に。でもここもできるけど肩が得意とかなのか。肩もみが一番需要があるんかな、そのマッサージ系の中で。どこが多い、足つぼとかの方がなんか人気ありそうやけどね。分からん、行ったことないから分からんねんけど、なんか足つぼとかの方がなんか
メジャーじゃないイメージとしては。そもそもさ、なんか肩だけとかやることあるんかな、全身のイメージなんだけど、わかんない、コースなのかな、なんか上半身いくら、全身いくら、足いくらみたいな感じになるんかな。白熊さんハート100個ありがとうございます。大阪のタサさんもハートありがとうございます。そういうことなんでしょうかね、わかりませんね。あと足つぼマッサージもしてみたいんです。なんか足つぼってさ、なんかほら、あのここは痛い人はここが悪いですとかあるじゃないですか。楽しそうやなと思うんですけど、あのなんか私昔家に足つぼマットがあってよく乗ってたんですけど、なんか乗りすぎてもあんま痛いとか思わなくなってきちゃって、なんかお風呂上がりに毎日乗ってたんですよ。そしたら結構ね、ちっちゃい時から乗ってたから意外と痛みに慣れちゃって、でももう最近乗ってないからそろそろまた復活してきたかなと思うから、足つぼマッサージされたいですね。痛そうめっちゃ。でもさ、強く押したらどこも痛くね、基本的には。どうなんだろう、やっぱ痛いところ、悪いところが痛いんかな、なんだろう、なんか肺ですとか肝臓ですとか頭ですとか目ですとかあるじゃないですか。そこの体の悪い部分はやっぱめちゃめちゃ痛いんですかね。痛がってんの見ると多そうだなと思ってしまう。でもさ、めっちゃでも痛いんじゃないかなって思っちゃう。私はだって強く押したらさ、手とかでも痛いじゃないですか。でプロの人だからさ、もうめっちゃ力強いんじゃないかなと思って、やってみたらさ、意外ともう大げさかもしれないよ、自分でも。わかんないね、私もやったことないからわかんない。でもいつも私あれ見て怯えてるの。でもやってみたいなっていう気持ちも強くなる一方で、すっきりしそうやない、結局全部痛く、その時は痛くてもさ、終わってお家に帰る頃にはもう、あ、体が軽いってなるんじゃないかなと思って、一回やってみたいですね。でもめっちゃあんな叫ぶほど痛いのはちょっと嫌かもしれない。もうちょっとあれれ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 くらいで収まってほしいけど、どうなんやろ、どうなんやろ、わからへん、わからん、わからん。はてな、ね、パフェが食べたいですね、私は今。リノって足長顔かわいいよな、リノって。なんでこんな顔かわいいんだろう。かわいい顔、かわいい、足長、何パフェ、チョコ、チョコのパフェが食べたい。リーコの足、リーコの体の3分の4くらいあるんやけどでもほんとその勢いで足長い。これ誰が撮ってるのかな、リノの写真って。リノの写真っていつも上手なんですよね、撮るの。なんかいつももう全身とかさ、なんか難しいんですよ写真撮るの。みんなってさ、全身の写真撮ることある、自分の。ね、じゃあ撮ってもらうこと。なんか私はこの HKT に入ってからね、インスタとかツイッターとか載せるために全身写真を撮るようになったんですよ。それまでは前世で一回も撮ったことはなくて、それでね、すっごい難しいって気づいたの。全身写真ってめっちゃむずいね。81日だ、 81日です。ありがとうございます。いいいいいいありがとうございます。いや、やばくには可愛いよ私ブスで自分で言ってないからやめてください、ことの先回りして。
ママさんかな、ママなのかな、ママめっちゃ撮るの上手や。猫キャットさん祝ありがとうございます、拍手もありがとうございます。伊藤駒さんも祝ありがとうございます。大阪のダンサーさんブラボーありがとうございます。祝もありがとうございます。ありがとうございます皆さん。そうですね、私はまだ自分で私はこんなに無精のにとか言ってないから、ちょっとそういうことやめてくださいそう、なんかすごい上手なんですよね。リーコのスタイルがもともとめっちゃいいっていうのもあるけどそれにしたって写真全身がすごく上手、難しいんですよね。なんか撮られるのも慣れとんねんな、リノ上手。リーコ会いたいな、もうずっと会ってないんだけど、突然声がそうなっちゃったリーコに会いたい。リーコどこ、リーコ私の隣においで、カモンヌカモンヌ。他にはもうスタイルいいと思います。まだ私スタイル悪いって言ってないから言うのやめて先回りほめほめしないで、私まだ言ってないでしょ、私はスタイル悪いけど言ってないじゃないですかいやーいやー、そう、リーコ本当に可愛いんですよね。会いたいですね、今から会いたい。簡単に言うとどれくらい会いたいかって言ったら、もう今すぐ会いたいくらいには会いたい。会えんけどね、悲しい。中にはメンバーの方で一番スタイルいいと思う。それはちょっと持ってるそれはちょっと結構持ってるちょっとそれは盛りすぎかな。あのちょうどいいラインとしては、若にはもしかしたらメンバーの中でもスタイルがいい方なのかもしれないくらいがちょうどいいと思います、はい、かもしれない、もしかしたらこの保険ダブル保険でちょうどいいくらいです、はい、これ全員に言いますからね、誰でも誰にでも言います。もしかしたらまるまるなのかもしれない、もしかしたら私はスタイルがいいかもしれない、これくらいであのよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。これくらいにしてもらえるとちょっと私としても落ち着いて話が聞けるというか感じですね。伊藤駒さんかわいい、ありがとうございます。猫キャットさんキルだよ、ありがとうございます。そうでもなんかすごいと思います。なんかさ、リーコとかさ、すごい7月とかお写真が多いじゃないですか。私も全然写真とか撮ってなかったからさ、あのもうあらあらあら写真がないわ、1枚もあらあらあらみたいな感じになってたんだけど、リーコ計画的ですよね、本当にすごいと思います。だからちゃんとさ、こう写真をたくさん、なんだこの汚れ、写真たくさん撮ってたんだなと思って、日頃から私なんかもう1週間に1回出かけたらいい方くらいの感じでさ、ダメですねこれさ反省しちゃって。そうなんですよね、まあお出かけしたらお写真撮ろうと思います。お待ちください、自信持って頑張ります。スタイルわからないがターンが綺麗、お、ありがとうございます。それはちょっと嬉しい、それはちょっと嬉しいね、はい、じゃあそろそろカラオケ配信でも始めますかね。ネモフィラの写真画質笑った、悪いあれ画質全然分からん、悪かったかしら、どれ昨日か、なんか私昨日のさメールさ、なんか送れてなかったんだよね、送信できませんでしたみたいな。私のとこだと画質いいんだけど、なんかさ私のとこだと画質良くてもみんなのとこで画質悪いこと多いよな、画質悪いやん写真、なんで画質あるんやろ分からん、でも笑ったってことは良くなさそうじゃない、イメージとして
っちなんでしょうかね。全然わかんないです、ごめんなさい。ダンスは全てのテキなのよ。ほんまですか、ありがとうございます。え、画質は結局いいの悪いのどっちなの。え、画質は良くない。え、なんでだろう、それはすまん、ちょっとわからん。なんかもともとすごい画質がいいやつを送ろう選んでて、写真で、でなんか送れないんだよね、画質良すぎるっていうか、なんか容量が大きいと送れなくて、それはごめんなさい。でもちょっと理由が私にはさっぱり。あれなんかさ、よく言われるの、画質悪いよみたいな写真、わからないんだよね。私一番容量大きいやつで送ってるはずなんだけど、ちょっとわからん、それはすんまへん。今夜の口寄せは汗汗。え、最近でも言ってなくない？やっぱ口癖って変わるもんだよね。最近はあんまり汗汗って言ってない気がします。前よりもだいぶ減ったかな。どうやろ、それはごめんね。でもちょっと直し方がわからないや。まあアプリやから、どうなんやろう。でもこの写真自体は画質はいいんですよ。今私のスマホでメールの画面からが画像を開いたら画質いいんだけど、送るときに画質が悪くなっちゃうのかな。他のやつは、他の日の他の写真は別に普通なのかな。わからん、難しいねんなメールって。プイマペン、ファイルで送れたらいいのかもね。こちらは PDF の資料でございます。いうふうにできたらいいのかもしれないけど、やっぱ今たまたまさ、画質全部綺麗かなと思って開いた写真がさ、あのお披露目千日のメールだったんですけど、やばやばい写真なのこれは。もうかわいい。なんでだろうな。ちょっと後で送ってみますね、この配信が終わったら。それも画質悪かったら、画質悪いって教えて。でも画質悪いって言われたところでどうしたらいいのかちょっと分からんけど、まあとりあえず教えてください。画質が悪いですって、怒っていいです、画質悪いのは。なんだろうね、別に見える画質の悪さだったら怒らないでほしいけど、ガビガビせんだったらそれはもう言ってほしいね。なので怒ってください。私もメールに送っときます。PDF 送られたら笑っちゃう、それは笑ってもろって信用ですって言って。ちょっとイヤホン刺すからうるさいかも。いきます。はい、聞こえますでしょうか。聞こえますか。こちら、なんだろう、私です。聞こえますか。オートセオ、あ、聞こえてますね。はい、ありがとうございます。よし、じゃあなんか選ぼうと思います。とは1曲目決まってるんで、皆さん、あの私が1曲目をポチポチしてる間に聞きたい曲を教えてくださいませ。よろしくお願いします。送ってくださいね。電波が悪い、電波が悪いよ。待って、めっちゃ右手が痛い。あった、みんなと意見一致しすぎててやばいんだけど。
バスゴールまで全速力大決めずめずこのまま行ったら無事にアスレートで逃げ切らん見たことないダークホース大ヒッシュヒッシュヒッシュ欲がい噂をされたすごいね、もうこれ超疲れた今だけで。はいはいはい。はい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 。チェンさん、お猿さん、ありがとうございます。猫キャットさん、大阪のターさんさん、伊藤ゴマさん、チェンさんかな、音符ありがとうございます。大阪のタサさん、馬もありがとうございます。レオ熊本さんも音符ありがとうございます。大阪のタサさん、ミラーボールもありがとうございます。はい、そんな感じかな。あ、かわいいもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと手を開けて、ちょっと送っててください。飲み物飲みます。なんだこれ、なんかちょっと思ったのと違う味のものだったな。まあいいか。はい、じゃあ頑張って探そうとしよう、探そうとしよう、探そう、探すとしよう。はい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 。1問までしか歌えない曲しかないね、ほぼ。え、どっち探すの、あとこれだ。
え、歌えるかな、高いねんなこの曲。まあいいや、ちょっと1番までしか歌えないけど。行くぞ、あ、言えばよかったね、くるみのオレンジ行くぞーって言ってから
ウォーウォーって、私いつもおかき歌ってるんですよ。ウォー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 、言葉にはできないの方歌ってるんですけどそっちがカッコだった。はいはい、なるほどなるほど、さんありがとうございます。伊藤さん、の中方さん、大阪のタサさん、コウメイさん、うん、おっとどどどどどうされたし、どうされたし、どうされたし、落ち着け、落ち着くのだかな。音符ありがとうございます。ほんで、あーハートとかもありがとうございます。あ、お疲れ様です。ハートかわいい、ありがとうございますかな。どうもありがとうございます。皆さんオレンジのセットリストでいきます。あ、曲がないっす天文部ないんですよね、ないんです、曲が。そうですよね、はい。あ、コメントにすればいいんだ。どれにしようかな。ちょっと打っといてください。なんか今日鼻の横がかゆい鼻の横がかゆいという感覚を私は今初めて味わっているよ。まさかないというのかい。ないへえ、マジあるのとないのとの差がそろそろ分からんのやが、なんでないのか分からないよ、全然分からないよ。ちょっと待ってね。ちなみに言っておきます、最強ツインテールはありませんでした。ねえ、最近さ、なんか歌詞調べたらすごいなんか文字化けするんやけど超怖いね、やめてほしいです、怖いので。ちょっとこれもフルで絶対、これはかフルで歌えんけど、出会った頃の
が分からんけど。ないっけ、なかったよ、今調べたけど。カナピーナッツですね。ありがとうございます。タンタン、シリスバミのタン、ありがとうございます。タン、ありがとうございます。どうしようかなーって思っちゃうけど、ちょっと体がそう突然重いんだわ。やっぱ肩凝ってんのかな私。体が突然めっちゃ重いんだわ。キヨン。これ絶対フルで歌えないと。いや、あ、押しちゃった、押しちゃったらこれバレんねん、みんなに。歌え、高いもん。
どうもありがとうございました。あ、なんかちょっとコメント見せた私一人で。猫キャットさん、あ、これはこれ見ればいいのか。猫キャットさん、白身フライさん、どうごまさんかな。音符ありがとうございます。ちょっとこれね、音符がね、私の元に1個ずつ表示してくださるのでね、ちょっと大変、どこまでが何なのか、そして今どこにいるのかが分からなくなってしまうというのがあるんですね。唯一の弱点ですね。大阪のタスさん、ハートありがとうございます。ちょっとなので読み飛ばしとかもあるかもしれないですけど、ちょっと許してほしいですね、カラオケ配信なので。チェーンさん、かわいい、ありがとうございます。何これ、なんか枯れ刺されてるんだけど。何年も夏も終わるというのに。森翔さん、ミラーボールありがとうございます。西プーさん、ラブレターありがとうございます。大阪のタスさん、キラデュありがとうございます。ありがとうございます。そしてコメント、ちょっとコメントとね、あのあれがね、ちょっと混ざってしまう、ギフトたちがね混ざってしまってと大変、なんだっけこれって思っちゃって、みんなが何を聞きたいのかわからなくなってしまうんですね。すみません。なのでたくさん定期的に送ってくれると、曲が終わった瞬間にバチバチに送ってくれると探しやすいです。でも、でもありがとうございます。送っといてください、探すので。もうちょっとこれはね、なんだろうこれ、謎の液体、私はずっと飲んでるんだが、これ気合入れないと歌えないです。これいつの時点でさ、ここみんなにバレるんだよ、何を選んだのか。すごい今気合止めてます、すいません。これ今もバレてる、私は何選んだか、喉痛いんだか、バレてないのかな、暴れてなさそうだね。なんか私が曲を押した瞬間にバレるのかな。じゃあちょっと一回ちょっとだけ謎の液体、なんか不思議な味のするお茶を飲んでる、不思議な味がするの、すごく、
これはすごく緊張するのであんまり歌いたくないんですけど、でもカラオケ配信するって言ったらマジでマジでめちゃめちゃ来るので、私はもうなんていうのかな、もう本当にすんごくすんごくこの曲はもうね、もうイントロで緊張するのね、まずイントロでもう心臓が爆発するんじゃないかってくらい緊張するの。だからあんまりね、もうね、なんかね、もう聞けないのよ。あの普通に例えば移動するときとかに聞いててもなんかもうはっはっはってなっちゃうの、どうしよう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 みたいな。だからあんま歌いたくないんだけど、まあ今日はなんかいいかなと思って歌ってみました。はい、難しいですね、とっても、はい、レアですね。もう多分あと3ヶ月は歌わないと思います。1年に1回くらいのペースにしていきたいなと思うくらいにはとても緊張します。そういうものです。なので皆さん、あのレアだったんだなって思ってください。はい、猫キャットさん、チェンさん、白身フライさん、滋賀の DD さん、大阪のトアさんさん、音符ありがとうございます。そして大阪のトアさん、拍手もありがとうございます。ハートもありがとうございます。でもみんながね喜んでくれるんですけど、とはいえ緊張がすごい、はい、よいしょ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 、見れてラッキー。そうなんですよ、実はそうなんですよね、実はね結構ラッキーっぷりするんだよね、これラッキーなんだよね、マジで本当に。電池あんのかな、私って今。これ最近あんま聞かなくなってたかもしれない。可愛いんですよね、めっちゃ好きなんですけど、久しぶりに歌ったらすごく聴きたくなりました。猫キャットさん、ともちゃんさん、伊藤ごまさん、白熊さん、音符ありがとうございま す, です、ね、これ思えば私ゆうなさんってやってます。お前が多分、いやゆうなさんやってないのかな、ゆなさん途中ドリアン少年で出てきたんだっけな。ゆなさんと昔一緒に踊ってますね、ここら辺の曲。キャ、これってもしかして運命なんじゃないんですか。こういうこと言うとねまた違うって言われるけど悲しい、もう冷えなんだが、
ありがとうございます。これもちょっとなんか懐かしいですね。私は8周年かなんかでやりました、1回だけ。そんな感じですね。白身フライさん、ともちゃんさん、大阪のターさんさん、伊藤釜さん、コウメイさん、猫キャットさん、音符ありがとうございます。音程が怪しい、だってわら笑ってついてる、ウケる。そんな感じかな、ありがとうございますですね。私なんでこんなにも歌がいつまでたっても下手なのかちょっと自分でもわからないんですけど、いつまでたっても歌が下手ですよね私って。本当になんか多分なんですけど、私音痴なんですよ。最近したっていうか最近改めて思ったんですけど、なんか音程全然わかんないですよね自分ね、なんか音程がわかんないんです。今どこだろうみたいな、ここどこかしらみたいな、迷子型音痴なんですよね私。そうなんですけど、まあそうですね受け、いや何も受けないんだけど、全然ちゃんと真面目にね、真面目にちゃんと傷ついてほしいんですけど私としても真面目に悲しいなと思ってほしいですね自分で。すいません。あ、 35% しかない、始めた時 60% はあったのに。でもなんだかんだもう1時間もやってんの私、そりゃ 30% くらい電池は減るよね。仕方ないね別に、それは許すしかないんだが、許すしかないんだが、本当に全然分からん、何が何で何がなるどれなんだ、なんでないのだ、そしてなんであるんだ。ちょっと全然ちょっと疲れちゃったし、全然なくて悲しんでるところ。なんであったりなかったりするんだろう、どういう基準なの。もうちょっとなんか心が折れちゃった探すのに悲しくなっちゃったりするんですけど、何がいいかな、あと1曲くらいでも終わりにしたいところ。なんでないね。どれにしましょうかね。なんか今私が一番これがいいなって曲を今探してみます。やっとわかった、これにしよう、いいの思いついちゃった。今日はずっと歌ってんの、いや、なんだ、20分くらいしてから今まで歌ってるって感じ。これがもうラストにします。これ結構疲れそう。You know
これ難しくなってきちゃった。この曲好き好き好きっぷめっちゃ好きなんですよ。やっぱり好きって言い過ぎてなんかもうよくわからなくなってくるんだけど本当に。でも可愛くない？めっちゃ。はい、孔明さん、他は猫キャットさん、ともちゃんさん、すいませんめっちゃ揺れてますね、ごめんなさい。かな、東駒さんも、チロミフライさんくらいかしら。音符ありがとうございます。ちょっと、マジどこまでがどこなのかがわからんかな。あーってそうだね。音符ありがとうございます。大阪のタスさん、かわいいハートありがとうございます。ダーさんもかわいいありがとうございます。大阪のタスさん、なにこれ、ラベーターもありがとうございます。ちょっと外すね。はい、そしてあ、可愛い曲ですねってデビューシングルなんですけどね聞いてください。おにぎり村長さん、ミラーボールありがとうございます。大阪のタッサさんも、ミラーボールありがとうございます。おにぎり村長さん合ってるね。可愛い、ありがとうございます。ラストのテンテンが好き、めっちゃわかる、めっちゃわかる。テンテン好きやね、私も。なんかこの曲はね、可愛くてめっちゃ好きなんですよ。そう、好き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 よ、その通りなんです。あー、ちょっとその歌いたいですね。でもこうやってたくさん練習をするのが一番だと思うんですけど、なんかさ、私さ、歌ってるだけ、こうやって椅子に座ってなんか適当っていうのはなんていうのかな、普通に歌うだけよりもなんかね、劇場で歌った時のなんか声が出るんですよね。やっぱ動いてる方がさ、腹筋とか力入るんかな、立ってたり座ったりするのが関係してるんかな、分からんけど、やっぱちゃんとアップみたいのをしてなんか腹筋を使うと歌は歌いやすいですね、やっぱり。なので、まあ、練習していこうと思いますね。
好きですか？歌うの。どうなんやろ。歌を歌う好きですか？くるみと公園一緒に出るとき、先に筋トレしてからやろうねって絶対話すんですよ。あれしようって、腹筋しようとか背筋しようとか絶対そういう話になる。みんな好きなのね、いいよね。いや楽しい気持ちでお歌を歌えるというのはとても素晴らしいことだと私は思います。ええ、さんたくさん歌ってください、私の分も私の分もたくさんたくさん歌ってください。ハッシュタグ推しとドリンクしたいので、口開いてたりうーってしてる写真あったらください。あー、わかるわかるわかる。私この間インスタ見たら出てきた、あのあれだよね、あの写真にさ推しメンの顔写して、あの飲み物飲ませるやつでしょ。飲み物飲ませる探してみます。かわいい、そういうの嬉しいですね。でもマジでないのでちょっと探しておきます。筋トレしてからだと体がシャキッとするのね。なんかね、なんか気合入るんですよ、よっしゃーみたいなこんな感じなので、皆さんも、あのカラオケに行く前に腹筋と背筋をすることをおすすめします。ぜひやってみてください。ぜひ本当におすすめです。あといつかコールができるようになったら、やっぱさ皆さん最近声出してないじゃないですか、劇場でコールしたいなって思ってますよね。だからもしコールができるようになった日には、その日はもちろん皆さん大変発声練習して、あのアメンボ、アメンボ赤いなあゆえを浮きもに小エビも泳いでる、柿の木栗の木かきくけこ、キツツキコツコツ枯れ木焼き、ささげに巣をかけさしすせそ、そのオーバーさせてさしました、立ちましょラッパで立ちつてと、とてとてたたと飛び立った、なめくじのろのろなにぬねの、何度にぬめってなにねばる、はとぽっぽほろほろはひふえほ、ひなたのお部屋に笛を吹く、まいまいねじまきまみむめも、梅の実落ちても実もしまい、焼きぐりゆでぐりやいゆえよ、山田に火のつくよいの家、雷鳥は様からラリルエロ、レンゲが咲いたらるいの鳥、わいわいわっしょいわいべよ、植木や井戸がいお祭りだ、必ずこれを言ってから劇場に来てください。これはなんかアメンボ赤いなアイウェアみたいなやつのフルですマジで人生で使うことが多分5回ぐらいじゃないんですけど、メールで送ってもらって、多分これ著作権に引っかかりそう、調べてください。なんとかなんとかなんとかさんがやってる。覚えたの違う、マジっすか、これ長いね。そうそうそう、50音の行列に2個ずつ2部制なんですよこれぜひ皆さんもこれを大きな声で、これやって、あ、なんで調べるのか、アメンボ赤いなフルでいけると思いますよ。アメンボの歌とかの気がする、アメンボの歌なんとかなんとかなんだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、まあアメンボの歌みたいな感じで、あ、全然違う、かきどきかきくうかきかけこ、笹の葉ささやくさしさせそう、ちょっと違うんだ、どっちが正しいのか分かんないけど、私はこれをなんか本で読みました、国語の本国語の教科書に書いてあって覚えました、それをだから言えるんですけど、これをなんか滑舌の練習なんかな知らんが、こういうのをちゃんと大きな声で公園でね、あ違う、高架下か河川敷で大きな声で発声練習をしてから来てください、劇場に。そして大きな声でコールをしてください、はい、コールができない今の時期ですね、そういう時期はどうすればいいのかと言いますと、お家の中でこれを大きな声で言って、お家の中で大きな声でコールをしましょう。はい、これで完璧ですしてくださいマジめっちゃウケる、みんなが大きな声で、だからうちらが影穴し終わったあたりくらいから始めたら多分間に合うと思うので、影穴が終わったらこれを大きな声で言ってください、はい、あとはなんか
ありますかね、大きな声を出せるやつ。なんかでっかい声出してください、とりあえず。そして綺麗に綺麗に、もうお声が十分に皆さんのお家からあの劇場まで響くくらい大きな声を出せるようにして、でも近所迷惑にならないようにピンポイントでうちらの劇場にだけ聞こえるようにして練習してもらえると、はい、ありがたいと思いますので、ぜひ頑張ってください。多分無理だと思います。頑張らなくていいです超能力者じゃない限りきっと無理だと思うので全然いいんですけど、まあそんな気持ちはね、それくらいもう本当に心込めて、まあ、絶対届けてやるぜみたいな気持ちを込めて、近所迷惑ならないくらいの気持ちで、でも絶対届けるという強い意志を持ってたくさんコールしてください。よろしくお願いします。こうやって待ってます、みんなで。みんなでこうせせらぎを待つかのように、鳥が鳴くのを待つかのように、ホトトギスの鳴き声のようにこうじっくり耳傾けて聞いてますんで、ぜひ皆さん大きな声出す練習もしつつ、来たるいつか声出しが解禁された日に、もう誰かにうるさいって怒られるくらいまで大きな声出す練習しておいてください誰かにね、もううるさいからあなたは出てってって言われるくらいうるさい声を大きな声を盛り上げられるように頑張ってください。すごいね。でも純粋に考えてさ、今までさ歌われの最後にさ、なんとかって名前呼んでたわけじゃないですか。結構すごいことですよね、よく考えたら。私が好きだったのはノーパラのトモヨの、あのちょっと待って、レモンしか出てないけど、夕方のみたいなトモヨってなんだっけ、今はね出てくるのは教室の窓から水のないと、教室の窓辺はしか出てこない。どんなよかし、あ、違う方が出てきちゃった。 AKB なんですよね、ごめんなさい。あ、チャイムが鳴ったその後も来るたん、帰りたくなくての、あとがくる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 たーんと、超絶かわいいくるたーんの両方とも混ざって、あんなのくるたーんってなってるのが大好きだったどっちみたいな、どっちくる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 なのか超絶かわいいなのかどっちやねんっていつも後ろで突っ込みながら心の中で言ってました。あとはここだっけ、ギターを弾いて歌い出す青春のメロディー、机の上に腰掛けたアイリー、夢がハモってる、あ、好きだったな、リノのめっちゃ聴くやんみたいな大好きだったあれ。白熊さん可愛い、ありがとうございます。超絶可愛い派とくるくる派がもうすでにここで分かれてますからね。そうなんですよ、ここ結構多いんですよね。なんか日によって違うんですよ。なんか今日はくるくるが多いなって人、今日は超絶可愛いが多いなって人、今日はもう何言ってか分からんみたいな日結構あって、ね、楽しかったんですよね。そう、あと私一回さ歌詞間違えたよね。なんか勝手に人はどこへ向かうのが気にしちゃったんだよね。私本当は風はどこへ吹いてるのだろうなんだけど、一回どこ、いつだっけ、ノーパラが再開してから 3、4回目くらいの時に、結構初期段階で勝手に人はどこへ向かうのだろうみたいになっちゃって、もうひじりにすっごい顔見されて、なんかもうみんながなんかえどうしたみたいな顔でこっち見てて、私は人どこへ向くらいまでは気づいてなかったの自分で。でも買うのだろうってそこ上がるから音程が違うのに気づいて、やっぱり歌詞間違えたと思って、でみんなが間違えちゃうと思ったの。それでまたどうしよう、えおかしくなっちゃうのかなと思ったら、みんな普通に人はって普通歌うから、なんか私だけ間違えちゃうんだ、恥ずかしいと思って、恥ずかしかった。あれ本当にすっごい焦ったの、もうどうしよ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 うと思って、頭がパニックになって、あんなね
でかい声で歌詞間違えたの初めて。でも私オレンジでも一回歌詞間違えたことあって、天文部の天文部を君が辞めるってのとこ間違えて、天文部を選んだ理由ってみたいな感じになっちゃって、それをなんかでもそれは3人だったんだよね、歌ったのが。だからちょっとごまかしてた、なんか自分で やべ違うって気づいたんだけど、ここ一人だったから気づかなくて、自分でそこまでもう超気持ちよくさ、やばいちょっと今日調子いいかもみたいな、今日ちょっと声の調子いい感じの声出ちゃってるんだけどと思ったら歌詞間違えてて、もう本当に嫌だった、本当に怖くて、それからずっと西日の差した教室でくらいからもうずっと風は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 風 風はみたいなしてたくらい、本当にトラウマになっちゃってすごい怖かったの。でも一回だけだよね、間違えたの。マジで本当に怖かった、本当にもう冷や汗やばかったの、本当にあの時。あとはいつか今日を言い出すだろう、そして涙流すんだろう、もうちょっとなんか分からなくなってきちゃって、もう本当にいい曲なんだけどね、もう本当にそれがあってトラウマなのよね。だからちょっと全然聞かないです、あの聞くたびに思い出したので、自分が間違えたことを。それからだいぶ注目するなっちゃった、本当にやめて、本当にやめて。それくらいかな、私の冷や汗体験といえば。それはもう本当に結構マジ人生のトラウマランキングに結構上位にランクインするんじゃないかってくらいトラウマになってますので、もう次トムヨ歌うことがあったらできればあそこの歌割りから外してほしいです、違うところを歌わせてほしい。そしたら間違えない可能性が高いですからね、もうそこはちょっともう信用しないでほしい、自分を、私を。あとでもいつもやばいのは、あのその旅立ちに、あその旅立ちに大人の顔を教えたのところも、次の何がだっけ、え違う、え何どっちだっけ、次の何が、あ違う、あうんうん、あ次の話題がが一番か。だからその旅立ちに大人の顔を教えたのがどっちだっけってなっちゃうのもあったし、草原もそう、そうだよ、君にここで僕に、じゃあ君に僕にここで僕に君にみたいな感じで順番でみんな覚えて、あの出る前にみんなでこそ、え君に、君にからだね、君にからリリーだね、最後は僕に、あー、ね、君に僕にここで僕に君にかかなっていうのを、もうこれをこの単語で覚えて、みんながもうサビが始まる瞬間に君に、あ今ここみたいな感じでやってました。あれはね、大体みんなね、誰か一人が怪しい人絶対いると思います。10人も歌ってればね。で、多分一人が、えってなって、みんなの音聞いて、あこれ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 、みたいな。そういうちょっとカンペみたいな、カンニングペーパーみたいなこと、間違いなくしてましたね、全員あれは。あれマジでね、間違えたら超恥ずかしいのよ。なんかみんなってさ、あんまりさ、間違えて、あーすっごいやってしまったって、あんま思わないと思うね、日常生活で。でも、恥ずかしいのよ。なんてだってさ、あの歌を歌ってる時はさ、割とさこう間違えちゃうかもしれないです、自信ないですみたいな感じで歌わないじゃないですか。真面目にさ、なんかもう私当たってます、自信あります、皆さん私の歌を聴いてくださいみたいな。特に草原とか友よとか割とそんな感じやん。そこで歌詞間違えるのって結構歌っても不利ないやもん、ほぼなのに歌詞間違えちゃう、あってなってもうすごい苦しくなる、心がなるんですよ。だから皆さんも草原の奇跡と止めを歌うときはすごい気をつけてください。特にね、風はまず最初に風の行方を心配した後に人はを心配するんですよ。これ大事ですからね。これすごくテストに出ます。みんなが引っかかりやすいところなので、皆さんぜひ引っかからないようにちゃんと確認してから止めを歌うことをお勧めしておきます。はい、鼻をつまんでほしいな、嫌です。ノープラ、そうだ、私昔ノープラ実況したね、あれだよ、あれ、あの出張公演、懐かしい、楽しかったな出張公演。あのカメラがさ、ニョインニョインって動いてて、でもすごいね、カメラマンさんが目の前にいらっしゃったんですけど、ちょっと目が合ってちょっと気まずいて、あ恥ずかしいと思って、あこんにちはみたいなことが時々何回かありました。でもあの日ね、なんか出張公演の私ちょっと漏れちゃってたんだよね。これおすすめ、おすすめ豆知識なんだけど、
全然でもね、あれは多分リバイバルのやつに選ばれてないのかな今確か。なんですけど、出張公演の時の私ちょっとだけ漏れちゃってたんですよね。めっちゃ怒られた日だったんですけど、あの日はもう動きでめっちゃ怒られました。特に私とはるちゃんはもう心がズタボロ、え、はるちゃんだっけな、くるみかな、心かちばれてましたけど、そうミスっちゃって怒られてもうしょんぼくれてたんですけど、出張公演の日ちょっと漏れちゃってましたね。しまったと思ってやってしまったなと思いました。懐かしい、楽しかったな。みんなで円になってご飯食べました。結構ご帰省はね、円になってご飯食べるっていう経験があんまなくて、結構大きめの円っていうかだったり、あと何人かっていうのが多かったんですけど、ちっちゃい、めっちゃちっちゃいキツキツの円でご飯食べましたね。あの日はみんなで床に座って懐かしい。なんかね、私6回に1回くらいのペースでね、なんか可愛い日あるんですよ公園ね。出張公園の日はなんかいい感じでしたね。でも化粧めちゃめちゃ薄いです今見ると。してるみたいな DM ね、あー、話探してみるね。やってないと思うよ今、あの月額のやつでは今見れないです。多分選ばれたのがそれの配信じゃなかったかな確か。マジで化粧がね本当に薄くて、多分してないほぼ。なんか化粧そんな濃くしちゃあかんよねみたいな時期だったのと思います。本当に薄い。でもなんかいい感じです。なんか私二重幅が広がったんですよここ最近で。じゃあこのね、出張校の時くらいの方が好きだから、いつ狭まってくれるんですか。目腫れてんのかな私やだ。人間村長さん可愛い、ありがとうございます。みやびちゃんも可愛いね。いやみやびだけじゃないですけどね、可愛いの。みやび以外の全員可愛いですけど。懐かしいですね。あのめっちゃマリアが踊りやすかったっていう記憶。あなたの名を呼ばせてください、タラタッ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 タラタッ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 タラタッ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 夜が明けるとき、やば、自分のウィンクの写真出てきたナルシストすぎない？自分のウィンク決めてる写真出てきたんだけど恥ずかしい。なんでこんなの保存してんの私、恥ずかしいんだけど。なんかウィンクめっちゃ上手くて腹立つんだけど何この人、本当にこんなの保存しないで、恥ずかしいじゃないのよ。なんか時々自分のさ、なんかちょっと漏れてるなって思った写真保存してんのやめてほしいんだけどメールできん、これスクショやもん、送れん送れん待って、だ多分誰かからの LINE とか、誰だろう、知らない人からの、知らない人じゃない、あのなんか切り抜かれてて、あ、ほんまや、メールの締め切り時間になってしまう。ちょっと待って、メール送ろう。誰かの、誰かからの LINE の切り抜きで、なんか LINE ニュース見たけど劇みたいなやるんだってっていうのがスクショで残ってる。何この謎スクショ。やっほー、写真あげる。あ、待って、今めっちゃ文章読んじゃった、ごめんなさい。知らないとかじゃなくて誰かわからん、切り抜かれてて劇みたいなやるんだって、なんでそんなんスクショしたんやろ、誰からなんだろう、誰からのメールなのか全然わからんねえが、友達とかなのかな。じゃあ今自撮りしちゃうぞ。あ、かわいい、なにこれ、
シャって言えばよかったね。カシャカシャカシャの音がどこ、あ、これカシャって言わないアプリだ。さっきもこのポーズした気がする。ポーズに何の、何レパートリーがないんだよな。頑張れ。はい、こんな感じで写真撮っております。いつもこれは今面にバンバンバンって送りますね。ルンルンルン。画質大丈夫かな。そんな画質悪くならないと思うんだけどな。なんかね、 2MB を超えたら送れないんですけど。送れないんですけど、これ 2.8MB もあります。メガバイト。だからすごい、それは送れないから、その1個差にしたら突然画質が悪くなっちゃうのかもしれない。ごめん、遊ばせ。ごめん、遊ばせ。大人の人にすぐさ、私頑張ってもらって、まあいけると思います。はい、イエス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 。そう、自分のね、ちょっと漏れてる写真を保存しちゃうっていう癖があるんですよ。なんかやっぱ結局私も自分の力で、自分の意思で、あの HKT に応募した人なので、あのある程度ナルシストなんですね。自分のこと可愛いちょ、可愛いちょ可愛いと思っちゃってるんですよ。基本っていうか時々半々くらいで、なんか、あ、私ってまだまだやなって思う時と、なんか、え、私ちょっと待って可愛いやと思う時の半々くらいで構成されてるんですけど、でその、え、待って待って、私ちょっと漏れちゃってる、可愛いんだがと思ったやつを保存しちゃう癖があるんですよ。本当にすいません。本当にちょっと自分のこと好きすぎだろって思うと思うんですけど、すいません、ほんまにごめんなさいって感じなんですけど、そういうとこあるんですよね、私。そういうとこあって、で、あの、それの慣れの果てがこの自分のスクショ、リンショット欄に自分の漏れてるスクショがあるっていう地獄のようなスクショなんですね。本当に申し訳ない。あ、可愛い女の子、可愛い女の子、欲しい服、欲しい服、欲しい服、私みたいな感じのテンション感であったりします。恥ずかしい、ごめんなさい。いや、そうなんですよ。ちょっと許してあげてほしいですね。基本的にあの漏れの写真は全部消えてるので、私の厳しい検閲に合格した子たちだけがいるということなので、あの結構数は少ないと思ってもらって構わないです。2019年3月7日のメールメロンボンのフェラフェなのかは、え、全然わかんないけど、その時代はめちゃめちゃブスだから本当に決めてほしい。本当にちょっとマジで、あのね、え、いいんだよ、なんかこの時の私が好きって思ってくれるのは全然嬉しいんやけど、でもあの、まあ、ちょっとアイコンとかにするのちょっと恥ずかしいからやめてほしい。あ、いて、なんか変なエキスっちゃった。なんかね、もうね、顔変わっちゃってんのよ。成長してるじゃないですか、わかります？顔成長しちゃってんですよ、私。やっぱ人生いろいろあるじゃないですか。だから高校2019年だって、高校 1,2 年でしょ。 1,2 年から大学生になってないけど、まあ大学生の年まで来たらもう大人になっちゃってんのよ。だからもうね、顔がね、知らない人の顔になっちゃってんの。恥ずかしいからさ、こっそりしといて。あ、これ漏れてるやん、漏れてるからメールに送っちゃおう。これ漏れてるねんな。だからマジもうね、やっぱさ、みんなもさ顔変わるやん。わかんない、もう大人、二十歳とか超えたらそんな顔って変わらんのかもしれんけどさ、高校生とかって結構顔変わっちゃうねんな。さあ頑張って画質が綺麗で届きますように願ってます。
ーのオフィシャルさん、誰もありがとうございます。ディズニーでか、ディズニーかなんかかな、パクってしてる動画の続き一緒待ってる、ああなんか載せるって言ってたね、あれ。あでもあれね、ちょっとねすごい、あの後ろに人通っててめんどくさかったんだよね確か。探してみます。まあ、ディズニー行きたいんだから、そんなことよりも、そんなことよりもディズニーに行きたいんだから。うんうん、どない、イジリンゴとボードの時の写真好き、わかる。あの時まだ今の今ほどヒデと仲良くなくて意外じゃない、あの時まだそんなにでもなんかヒジリーみたいなもん、まあヒジリーって感じじゃないねん、あの時なんかヒジリなんか普通にあヒジリーみたいな感じ、今もヒジリヒジリヒジリみたいな感じじゃん。でも当時はなんか全然ヒジリーみたいな感じだったんだけど、なんかわかるこのさ、今ほどじゃなかったの当時は、まだ全然仲良かったんだよ当たり前だけど、一緒に遊びに行ってるくらいだからね、なんかは良かったんだけど、今ほどなんかもうベタベタじゃないわけ、ヒジリーみたいな、ヒジリ LINE しよう、ヒジリ電話できるみたいな感じじゃなかったんだけど、あの時はちょっと気まずさもあったよね、二人でなんかちょっと二人でボートに乗る、そのカップルみたいなことを、まあ仲がいいとはいえそんなもう一心同体じゃん、うちらマジマブダチみたいな感じでもない人とボートに乗るのって結構、多分だけどみんなやってみたら分かるけど割と気まずいのよ。楽しかったよあの時、2人でね乗った瞬間に雨降ってきて、スワンボートってさ脇とか前とかめっちゃ空いてるやん、とかめっちゃあの風で雨入ってくるんだよ、で2人でめっちゃ雨めっちゃ雨って言いながら、あのボートの池の真ん中で止まってこう静かに雨が去るのを待ってたんだよね。そのねなんかちょっとカップルみたいなことしちゃって2人でとか言って、そうめっちゃ懐かしい。でパンも食べに行ってね、楽しかった。ひじにまた遊びに行きたいな。ひじあそこのパンが美味しかったらしくて、あそこのパン屋さんってまだあるのかなって聞いてくるか、私がまだあるんやないっていうたびに食べたいなって言ってて可愛い。で今度行きたいね。可愛くない？その1年間そのお店潰れへんやろと思うんだけど。うん、めっちゃ美味しかったよ本当に。あの私にして珍しくどこのお店かわかるから。インスタ遡ってみてもいいんじゃないでしょうか。まだいますね。いつか消えるかもしれないけど、これも懐かしい。ディズニー行きたいんだが、ディズニー全然行きたいんだが。博多の細麺さん、バラありがとうございます。懐かしいですね。あ、くるみと行ったカフェ、おしゃれなカフェ、くるみちわんとも遊びに行きたいわね。行けるかしら。あ、これは高三のなんかさ、さなちゃんがいなくなることを予言してたかのような3人で食べに行かないでほしいんだけど高三組のさなちゃんが、さなちゃんいなかったのかなその日。いたな、いたけど予定が合わなかったのか。3人で食べたパンケーキ美味しかったな、早くまた食べたいな。わしらが作った上手すぎるケーキ、わしさやまるさんと行ったカフェ、ピカチュ劇場、海の横の結婚式場、早振りカレンダー。そう、くるみと一緒に行ったのはもうかなり後で行ったの、くるみが行ってくれたじゃないかな。もう本当にね、なんか別にお互いなんか別に言わなくてもいいかな、匂わせとこうみたいな、うちらの絆匂わせちゃおうみたいな感じ、すかせたんだけどプンプンに合わせるみんな、鍵な鍵なみたいな。これでもさ、この写真だけだとさ、ヒントがさ、まず頼んでるものだよね、頼んでるものしかヒントがなくて、でどっちがどっちかもわからんやん、超難しかったと思う。みんな言うことね、くるみって分かって、くるみに感謝するんだぜ。私自分で言ったかな、覚えてないんやが、覚えてないんやが。くるみちょんくるみちょんくるみちょんだけ、かわいい。なにこのインスタ、かわいいんだけど、ちょっと全然押さない、か
可愛すぎてインスタがバグってる。オッケーオッケー。可愛いんだけどどういうこと？困ったんだけど、ちょっと顔可愛すぎ。これは犯罪です。取り締まらせてもらいます。ピピピピピピ。テンション怖くない私の。これダメですね。これ可愛すぎてダメですね。マジ可愛い。顔面どうした？顔が可愛すぎて焦る。多分だけど同じ人間じゃないと思う。遺伝子の多分結構根っこの方が私と違うと思う。つか普通の人とは。多分ね。これハーフだね天使との。いや天使ね多分両方ともパパもママも絶対天使だったんだわ。完全にこうだわ。それだわ。答え出ちゃってるわ。絶対そう。めっちゃ可愛い。なんか本当にクレミ見てる時ってさ可愛いって言っちゃうし早口になっちゃうんだよね。なんかさ私基本的に普段はさなんかこうオタク的存在を隠してるわけ。全然なんか推しとかあんまりわかんないかもですみたいな。誰かのことを応援するのってすごく素敵だと思います。私もいつか応援できる人が出てくるといいなっていうな感じで演技してるんですけど、実は結構こういう部分がありまして、あのくるみはね、見てるとこういう部分が出てきちゃうんですよね。あの完全に早口になってしまう。すべて一息で言おうとしてしまうオタクですね。すいません。困った。でも本当に可愛いくらいしか言うことがないんです。可愛すぎて。わかる。なんかまあみんなが可愛いしか言えなくなっちゃう気持ちもわかる。語彙力ってなんでどっか行っちゃうんだろう。こんなにも素晴らしい。隠れてない。隠してますけどね。すごく。すごく美しく完璧に隠してますけどね。でもね確かになんかさもうちょっとほらここに触れてよみたいな部分とかあったりするじゃないですか。なんか今日髪の毛いい感じじゃんとか、なんか服似合ってるねとか、ここ触れてほしいなってこう、ここ触れてほしい待ってるよと思ってさやってるけどさ、もうわかる。そのファン目線としてはもうだって可愛いしか言うことないねん。可愛すぎてもうねそれどころじゃないのよ。もうなんかあの落ち着いたものが見れない、もう輝きすぎて見えない。そうだからもう細かいこと言えないのよ。前髪切ったとかも言えるわけない。前髪とかも切ったかどうかもわからない。可愛すぎて本当にだからもうね可愛いしか言えなくなっちゃう気持ちもすごいよくわかる、ね、私は結構語彙力そう失う系のオタクなんですよ。めっちゃそうなの。もう語彙力とか全部飛んでちゃうんだよね。可愛いしか言えない。で可愛いって言った後になんかその補足を早口で言うタイプのオタク典型的でしょ。えいそうなのね。くるみってなんでこんな可愛いんやろう。それにしても一旦真面目に考えさせてほしい。一旦落ち着いて考えてもいいかなみたいな。困るよね。どうしようみたいな。意味が可愛い。なんか純粋に考えて可愛い子しかいないんだな世界って。マニアといい席を飲めそうだ。ちょっと、もうちょっと待って。あと2年待って。とりあえずとりあえずちょっと待とう。ちょっと待とう。本当に困った。困った困った。おしめが尊すぎて困るんですけど。ハッシュタグおしが尊すぎる。そんなハッシュタグがあるのか知らないけど。だからさなんかもうすごいさ MV とか出た時にさこう長文で書ける方いるじゃないですか。なんかもう昔から思っていたが〇〇ちゃんのこういうところの魅力は半端ないよねみたいな。言えない言えない。好きしか言えないもう輝いて見えるしか言えないのに、なんかダンスのなんかどこそこのどこそこがすごく素敵、何分何秒のうんたらうんたらがすごく素敵とか、いやいやいやもう0秒から最後の秒数まで全部素晴らしいしか言えないの。でも MV とかにこう青字でさこう何分何秒ここの移動が好きとかさそういうのあるやん。ここのウインクたまらんみたいな。でも全部押すもんね。最新順にしても上から順番にこうやって押して分かるとか言ってます。いちいちみんなも分かってくれると思う。 MV とか絶対そうしちゃうよね。何分何秒って書いてあったら全部見るよね。メール来た。行った。
押しちゃうくない、あの文字全部、私全部押しちゃうので、結構あこう何回も見たなってやつ、あみんなここが好きなんだなっていうのをこう感じながら、なんか制作者っぽい感じの目が出しちゃうんだけど、時々あこういうところが、あみんなこういうのが好きなんだ、あこの子にはこういうことしてほしいんだと思いながら自分で見て、あとうとうしか言えない、全部のどの秒数見ても可愛いんだもん、推しメンって。どうして、どうして、なんで、意味がわからない、怒ってる、私は怒ってるよ、推しメンが可愛すぎて、むしろ怒ってるよ、画質いいよ、ありがとう、はあ、もうガチで好きなシーンは自分用にシーン止めるよってコメントで残しちゃう。私したことない、コメントできないんですよ、なんかアカウントなくて私アカウントなくていいねも押さないんです。ですごいなんかいつももどかしく感じながら全部押して、みんな素敵な人ありがとうって思ってます。みんなありがとう、私のために、私のためじゃないんだろうけどね、で私のためにコメントしてくれてありがとう、私それのおかげで見たいところがすぐ見れるようになってる。でも結局とか言いつつも全部見るかな、毎回全然別に美容室はなくてもね、最初から最後までずっと綺麗だから、おしめはキャッって感じよ。なんであんな、もう本当に最高なんだが、あとだいたい1個の MV に対してさ、絶対1人以上はさ、なんかもうたまたまおすすめ流れてきたけど、こんな可愛い子がいるなんてみたいな書いてある時にさ、シャはい来ました、はいはいはい見つかっちゃったねみたいな、はい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 、ありがとうございますみたいな、もうこれからずっと永遠に末永くよろしくお願いしますみたいな、もうこの世界ようこそってなってさ、そこのさリプライみたいなところにさ、みんながさ、なんかよろしくやみたいな、まあ、この曲もめっちゃいいですよとか言ってるの見てさ飲みながら見てる、いつももっと言ってみたいな、なんか昔から存在はしてたけど、なんかこんなにすごい動いてる姿が可愛いなんて思ってもみませんでしたみたいな、はい気づいちゃったねみたいな、もう、 うちの推しメンは顔もずっと可愛いんだけど動いてる姿が一番可愛いよみたいな、はい気づいちゃったねと思って、これもう好きになっちゃったよねって、ありがとうございますって思いながら見てます、いつもほんまにそんな感じ。えへえへてれ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 、みんなもねそんなことをしてください、楽しんでください。ええ、はい、こんな感じでなんかなんだかんだもう2時間もやろうとしている、私はそろそろ終わりにしようと思います。ランキング見ます。13位ミニさん、ありがとうございます。12位博多の細麺さん、ありがとうございます。11位白熊さん、ありがとうございます。10位トミョさん、ありがとうございます。9位チェンさん、ありがとうございます。8位ダーさん、ありがとうございます。7位が森翔さん、ありがとうございます。6位が伊藤ごまさん、ありがとうございます。4位が西プーさん、ありがとうございます。3位が孔明さん、ありがとうございます。2位が猫キャットさん、ありがとうございます。1位が大阪のダンサーさんでした、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。結構長い時間やってしまいましたね、すいません。はい、というわけでね、何日、81日くく81でね、おーやばいですね、9の2乗やってしまいました。あのでどれだけメール連投したの、めっちゃ怒ったでめっちゃ怒ったで、ババ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 って送りました。はい、皆さんのんびりメール、ちょっとあんま文章打てないけど、なんかさメールと写真だけでもいいのかな、なんか写真だけ送りたいなって暇あんの時々、写真だけでもいい、まあ、ちょっと送ってみます、写真だけでも。はい、というわけで今日の配信はそろそろ終わりのお時間となってしまいました。兄さんが言ってる声が聞こえます、お、地割れが起こるくらいのという声が耳に届いております。はい、あ、写真だけでもいい、ありがとうございます、送りますね。はい、皆さんすごく大きな声でと言っている、なるほど、しかしですね、やはり私もですね
まあ、日曜日、あ、違った、今日金曜日だった、金曜日ですから、今日はちょっとこの後あの科捜研の女を見るのという結構大事な、そうですね、もう変えられない用事があるので、すいません、早い、結構もう2時間やってるんですけどね、アンコールショー、ちょっと、あ、もう2時間、公演時間がもうカツカツなので、今もう最後のさ、あの本日の公演は以上で全て終了いたしましたっていうようなアナウンスが流れるくらいにはもうダブルアンコールくらいしたんよ。それはちょっと嘘かな、はい、あのそれをするので、あのちょっと、皆さんもね、337拍子の音をして、あの締めていただいて、はい、やることあります？いや、HK ちゃんのライブってあるっけ、337拍子みたいなやつ、あのパパパパパパ、337拍子じゃない、パパ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 ン、パパ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 ン、パパ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 ンみたいなやつ、みんなってやってる？私がいつかライブあれやっててさ、初めての時全然ルールわかんない、なんだこれなんだこれなんだこれと思ってさ、でも全然いやな感じになってすごい困ったの。そう、あんまりない気がする、ないのか、全然すごいね、もうなんだ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 みたいな、おーおーおおおおみたいな感じしてやったんだよね。ないね、やっぱないよね。初めて行った時も2回目からもうめっちゃ普通にもうドヤ顔ドヤ顔一緒に、はいはい、あ、ありがとう、お疲れ様でしたみたいな、ありがとうございました、お疲れ様でした、隣の人にもありがとうございました、ありがとうございました、さあ素敵ですねみたいな話したことないけど、今普通に帰ってきます言いながら帰っとったな、懐かしいわ。混むねんな、混むからさ、結構最後の方でも出てっちゃう人いるのよ。でその後にダブルアンコールとかあると、あの人かわいそう、戻ってきてと思って、帰ってきたよみたいな帰ってきてくれたよってな、あなたも帰ってきてって思うんやけど、次の日にお仕事とかあったりするんやろうね。私はいつもその拍手みたいなやつを聞いて時間をあの空けて帰ることが多いかなと思います。大体車でね行ってたんで、今までは。はい、というわけでパッと終わりにしようと思います。終わるの声が好きなので、目をつむって寝てると気持ちいいのに、じゃ今目つむって寝たらいつの間にか終わってて大丈夫だよ、なんか悲しくないよ。みんなに言われるんですよ、なんか私の声は眠くなるって。みんな配信中寝てるんじゃないですか、2時間もやってたら。起きてください、終わりますよ。というわけで、はい、もうほんといい加減終わりにしようと思います。皆さん今日は金曜日ということで、明日から土日ですね、お休みの方が基本的には世界的にも多いと思いますけど、お休みの方はゆっくりとお休みをして、お仕事の方は頑張って、バイトの方も頑張って、学校の方も頑張って、それ以外の方も頑張っていきましょう。はい、というわけでさよなら、おやすみなさい、バイバイ。